産業財産庁、または産業財産県庁は、フランスにおいて知的財産を所管する公私設法人である。経済、財政、産業省の下に置かれた公私設法人である。かつては無審査主義を採用していたが、1968年に審査主義を採用し、出願人の請求により新規性及び進歩性に関する予備サーチレポートを作成している。 予備サーチレポートの作成は従来欧州特許庁にすべて委託していたが、現在はフランスを第二庁とする出願に関してはエポと同一の基準でフランス産業財産庁が作成している。エポと同一の基準とはすなわち、サーチレポートには X 文献、Y 文献が示され、各制休校に対して新規性、進歩性、産業上の利用可能性の有無が示され、また、 サーチレポートに付随する見解書において、新規性、進歩性に対するフランス特許庁審査官の判断が示され、出願人に応答義務がある。また、インピでは、ソローブートーという独特の制度を採用している。この制度は、発明者が自分の発明を記載した書類を封筒に封入した状態でインピに提出し、これによって、秘密の状態のまま、 発明日を確保するという制度である。ありがとうございます。